実年齢と比べて若く見られたいですかそれとも大人っぽく見られたいですかのぼです。えー、僕ですね、うんと、まあ、平成4年生まれの現在31歳の年をですね、過ごしているわけですけれども、あの、結構ね、若く。 見られることは少なくなくいんですよね結構20代に見られているらしくですねで「あいくつなんですか?」ってこうね地域の人とかこう、まあ、いろんな人との中で会話の中で聞かれた時に、まあ、31ですみたいなことを言うと「あ結構もうちょっと若いと思ってました」みたいなことをですね言われるんです。 あのまあそれはいいじゃないですか別に。<laughs> <あの> <laughs> まあそれはそれでまあいいっていうかまあしょうがないね。他人から見てそう見えるのはまあ、うん、そう見えてしまったという結果はもうどうしようもないんでまあいいんですけどなんかこう微妙な気持ちになるというかですね <laughs>。なんかこう喜んでいいのかみたいな。 なんか僕にとって、まあ自分としてはですね、幼く見えてんのかなということで、まあ結果もやもやするっていうですね、微妙な気持ちになるっていうですね、うん、そんなあの感覚があるんですよね。で、ね、あ、もうちょっと若いと思ってましたって言われた時に、あ、やっぱそうっすかみたいな。ねーみたいな。やっぱそう見えますかみたいな感じで、こう微妙な気持ちをですね、ちょっとこう表現したりすると、え、いいじゃないですかみたいな。 ね、若く見えるって若く見られるっていいことですよみたいな感じでこう慰めをいただくっていう、まあ、ここまでがワンパッケージになっているんですけれどもと思えばかと思えばですねあのとある人からはあのあまだ31なんだみたいな大人っぽいねみたいな,な落ち着いてるよね喋り方とか態度とかって言われることもちょいちょいあるんですよ うん、でねどっちにも見えんのかいっていうツッコミもありつつどっちだよっていうですね、うん、なんかそんな世の中に対するツッコミもありながらまあただ、うん、実際悪い気はしないですね後者の方がというか、うん、大人っぽいねと言われる方が僕は嬉しいのかなというふうのですねそんな気づきもあったりしますね、うん、なんかこの語り口とかですねどうやら 態度とかこのるなんかどうやらねもうあんま自覚ないんですけど僕はね結局あのね自分が普通なのでよくわかんないですけどまあなんかそんな一面もあるようですねどうやら。でこの若く見える問題に関してはですねなんかとある人が地域の人がねあの「えー、まあ、服装じゃない?」とかですねまあ、さらっと言われて結構それがねなんかさらっと。 ね服装とかも若いしねみたいな感じでこうさらっと言われてうんなんか結構刺さってんすけど <laughs> さらっと言われた分ですねうんなんか意外と刺さってる言葉だなというところで服装ね服装問題もちょいちょいあったりしますけれどもねまあねどうしようかな <laughs> あんまり気にしすぎてもしょうがないんでまあまあ、まあうん、まあちょっとでも大人っぽく見えたら嬉しいなっていう話 ですねそうなん,かなんかそう20代にも見えるしもうちょっとこう30代後半というかねもうちょっと上だと思ってましたみたいなに言われるんで、うん、まあよくわかんねえなと思いつつどうしようもねえなね自分ではまあねあのそれこそ服装とか髪型とかねひょっとしたらこうある程度コントロールできる部分はあるかもしれないですけど、まあ、生き方とか考え方はね ねまあ、そういうのが滲み出るもんだと思うんで見た目とかねうんそこはもうどうしようもないんでまあまあまあ大人っぽく大人っぽく見えたらね見られたら嬉しいなというところではいそんな感じでございますおかえりのぼでございます現在11月27日月曜日でございます ねえなんだか空いちゃいますけれどもまあ先週ねあの出張で東京行ってたりしたんでその話なんかもねちょっとしていけたらなと思っておりますということで今週も今回もよろしくお願いいたしますスタートです どうも、改めまして、のぼでございます。僕は昨年の4月から宮城県三里町という地元で地域おこし協力隊として、えー、U ターンしてまいりましたということでね、この番組ではそんな地域おこし協力隊のこと、地域のこと、U ターンのこと、えー、あとは個人的なことなど,どですね、ヘラヘラ、ペラペラと話しております。 ねえ、もう11月も下旬ですよ。もう今週で終わるのか、11月も。で、金曜からは12月ということで、残りね,ね、今年も残り1ヶ月というところでございますけれども、先週ですね、えー、っと、11月の18日土曜日はですね、 えー、東京の方に行ってまいりました、あの協力隊として U ターンする前は、ね、僕、東京で暮らしておりまして5分、5年ほど,、ね年ほどえー、暮らしておりまして、久々にね、えー、帰ったのは、久々に山手線に乗ったなというところなんですけれども、えー、東京の有楽町というところのね、えー、ふるさと回帰支援センターっていう、えー、移住サポートするような、あそういうね、あのーまあ、NPO だったかな、確か。 そこが、ね、入っている、ね、建物でですね、まあ、ややこしいな、いや、東京の有楽町で、えー、移住イベントがありました宮城県が、ね、主催するイベントであの、なんとですね、宮城県の35市町村、全35市町村の、ね、担当者が一堂に会するという、ですね結構大きめのイベントになりまして、あのー、結構ね、あのー、来場者も多かったのかなという印象でございます。 はい。で、三里町、僕はですね、まあ町の職員さんと一緒にですね、まあ全員、全部で3人ですか。3人でですね、えー、三里町の担当者として、えー、行ってまいりました。あの、ブースをですね、もらいまして、 そそうそう,そう初めて単独でブースもらってんでそこのねあの飾り付けからなんとかあのまあなんとかあの終えられたということではいはいはいあの行ってまいりましてで10組ぐらいのねあの方がブースに来てくれてはいで相談とかねさせてもらったんですけれどもあのやっぱねう 楽しいっすね。まず、まず一つ、イベントは楽しいというところですね。うん。あの、僕、移住する前、協力隊としてですね、移住する前には、あの、来場,と来場者として、普通にゲスト側として、あの、移住イベント行ってですね、各市町村の担当者と、あの、まあ、知り合いになって、あの、喋ったりしてたんですけれども、 まあそんな方々とですね今度一緒にあの地域側に立ってあのイベントにね参加できているというのはすごくねまあ個人的なストーリーですけれどもすごくいい時間だったなぁと思いますねすげえやっぱ楽しいっすうん <laughs> あと宮城はね結構横のつながりがあの結構あってうんあのー まあね、各市町村、まあ今回だけじゃないですし、そういう移住系のイベントとかセミナーとかですね、うん、あのちょいちょい会って、うんあの、会うメンバーもですね、大体こう固定になってくるんで、<laughs> あの職人さんとか協力者の方とかですね、うん、なんかこう、ああ、また会ったね、みたいなあ、おっす、お疲れっす、みたいな感じで、どんどんこう、ねあの、関係性が深まっていく感じが、すごい面白いなと思いますし、うん、その横のつながりがね、一つ、宮城県の、 あの、まあ、移住チームというかですね、あそこのイベントのこう、一つ、特徴の一つになるのかなと思ったりしますね。うん。で、そうだな、10組ぐらい来てくれて、まあ、美里町ってやっぱ知られてないっていうのは、 まあそれはいいんですけどマイナーだしね、まあ、しょうがないっていうのはあるんですけど今ね思うことはやっぱねアフターケアというか <laughs> 合ってんのか言葉としてそうイベントでですね個人情報をもらえるんです。 変な話あの、連絡先とかですね、まあ、現住所とかあと、まあ、どこ出身かとかですねでなんでなんだろうどういう移住を考えているかとかですね、うん、なんかそういう,こういろんな情報が載ったあのカードをですねカードというか副,副写式のシートみたいなものをあの、まあ、もらえるんですけれどももらえるというかあのゲストの皆さんに書いて来場いただく、うん、書いて入場いただく。 感じでで各市町村のブースでですねその情報をいただけるんですけれどもそのねあーのー実際にこうイベントで会った人に対してさらにこうあのー、連絡するというかさらにやり取りするっていうですねさらにこうコミュニケーションを進めていくっていう必要性を今まさに感じているところですね。あくくまでででイベントで出会ううっってていののはきかかけの一つでしかなくって うんうんうん、でそこからいかにあのねまめにコミュニケーションを取って実際に来てもらえるかっていうところですね次のステップは、うん、実際にこうね地域に来てもらってまだねその移住までは行かずとも実際に来てもらってもう一回会うっていうところかなと思ってます、うん、でそうするとこうねあの地域のことも分かるし、うん、あのね僕ね担当者との関係性も あの、深まっていく。で、そうすると、なんかその地域おもろいなというかですね、宮城おもろいなとか、あるいは三郷って住んでみてもいいかもな、みたいな感じで、なんかそういう風に進んでいくと思うんで、うん、次のステップというかね、その、あくまでイベントはきっかけであると。 ああそのお祭りみたいなもんですから、本当に。あの、ね、こっち側、ホスト側の雰囲気もですね、ああ結構浮き足だったりしちゃって、<laughs> テンション上がっちゃってですねああ、なんかお祭りみたいなところあるんですけど、まああるので、そう、だから結局イベントは引っ掛けでしかなくって、 その後のね、コミュニケーション。まあ結局人と人の、あの、やりとりが大事なんだなというところをですね、改めて感じているところですね、うん。まあそこもね、まあ一つ面白さ、ね、魅力だなというか、まあそういう担当者的な振る舞い、立ち振る舞いがしたくって僕は協力隊として U ターンしたいみたいなところもあるので、そこはね、あのー、まあやっていけたらなと、しっかり やっていきたいなんか職員さん一緒にいた職員さんとかはあの日々ねいろんな業務に追われていてそれどころじゃないと言ったらあれなんですけどそうあのいろいろ掛け持ちしててですね、うん、僕がだからそこにこうお手伝いじゃないですけれども、うん、そこにこう一つ力として加わることでですね、まあ、町としてもあの事業を進められるんじゃないかと。 いうふうに考えてるんで、ね、あのしっかりやっていきたいなと思います。もうね協力隊も1年半経っていて、ねもう3年の任期のね折り返し地点を過ぎているんで、そこら辺町の事業にしっかり関わることで、あの協力隊卒業した後もあのね関わっていきたいなぁと思っているところですね。はい。 で、移住イベントはそんな感じでで、もう一個ですねあの今週っていうか今までのですね、活動でいうとあの19日日曜日なんですけど東京に行った翌日なんですけれどもあの東京からですね、朝に帰ってきてあの今度はですね宮城県の気仙沼市というですねあの沿岸部の地域に。 行ってまいりまして、沼大学っていう町の、えっとね、担い手育成事業だったかな、確か、ごめんなさい、違ったらごめんなさい、の一つの沼大学っていう取り組みのですね、えー、最終報告会を、えー、見学してきました。はい、でね、あの担い手育成、あのまあ、気仙沼とか、ね、沿岸部震災があって、 であの人を育てるっていうところにあの着手してるんですよね一つ。でその事業の一つとして沼大学っていうのがあって、まあ、20代から30代ぐらいの市内の方を対象としてあの気仙沼で何かしたい人を応援するっていうなんかそういうあの言い表し方が。 できるかなと思っていて、そう、実際の大学じゃなくって、まあ、地域大学みたいな、まあ、よくある、よくあるっていうか、あれですけど、あの、その気仙沼で、あの自分の思いとかですね、自分と向き合って、で、まあ、もちろん地域とも向き合って、自分でやりたいこと、興味があることに取り組んでいくみたいな、そういう,こう大人、そういう人を作る、ね、あの、担い手を作る、ね、地域の担い手を育成するっていう取り組みがですね、あのー、ありまして、 そそそそうそうそうでその報告会を見てきました僕はずっとですねそういう沼大学みたいな取り組みを三郷でやりたいと地元でやりたいと思っていて、ね、三郷大学作りてえなということでですねあ何な,なら協力隊に着任する前から <laughs> ずっと言っているわけなんですけれどもその本家というかですね <laughs> あの僕のまあ、師匠的なあの方もいるところで、はい、沼大学 にねね行っっててままいりましてやっぱ、ね、めちゃくちゃゃくいいですね、うん、<laughs> めっちゃ良かったですねやっぱりね、うん。で、10人だったかなこ今回の沼大生っ、ね、て言われるあの皆さんは。で、あの地域のコーディネーターの方もいてそ伴走してくれる方、そのねどうやったら思いを実現できるかなと、ね。 そもそも自分の思いって何なんだろうなみたいな感じで、なんかそういう,こう対話も含めて、対話と実践のね、プログラムなんですけれども、それをこうコーディネーターと言われる方がですね、伴奏していく、何んんだろうな,な、何て言ったらいいのかな。まあなんかメンタリングというかですね、何て言うのかな。そういう存在もね、あの、何人、6人ぐらいいて確か、気仙沼には。で、そういう人たちと共に、 対応しながら自分のプロジェクト、プログラムを進めていくっていうですね、そういう、えー、ね、内容になってるんですけれども、いや、本当にね、プレゼンもね、あの、まあ、一人7分間の持ち時間で、そう、自分は何者でみたいな、どういう風に気仙沼に来ていてとかって、で、何をしたいと思っているかっていうですね、そこをこう伝える。で、僕みたいに、あの、その日報告会にしかいない人もいるわけであって、 ねそういう人になんかどういうふうに届けるかみたいなところもね多分あのポイントになるかなと思うんですけれどもいやめちゃくちゃ良かったですね本当に、にんかそれしかないけど <laughs> やっぱねなんかね変な話こう苦しんでるんですよみんななんか苦しんでる様が見えて。 いや、いい意味の苦しみというか、すごいこう葛藤してる、なんかすごい考えてんなっていう、思いがあるなっていうのはですね、まあ、プレゼン見ていると、すごい感じられて、で、思いがあるとか考えがある街って、ね、そういう人がいる街って、やっぱいいよねっていうね、まあ、うん、だから僕は美里大学とか作りたいんですけど、うん、なんかそこに落ち着きましたね、うん、なんか、いろいろこうね、考える部分ありますけど、 うん、結局ね人が人を呼ぶというかですね、うん、なんかこう面白いなんだろう分かりやすいコンテンツ観光コンテンツとかねまああればそういうの作れたらまたいいかもしれないですけどでもあの僕は人はねそこにいる人はやっぱ唯一無二だと思っているしそこにいる人がどんどんこう面白くなっていく。 うん、自分の思いとかに向き合ってで実際にやっちゃうみたいな,なんかそういう,こう街であってほしいなあだしそういう大人が増えると、あのー、学生とかね子供たちにとっても良い刺激になる、ね、面白い街じゃんここっていうふうに思えるのかなと思うし、うん、だからこそですねやっぱりこう三郷大学で、ね、地域に大学作りてえなあという思いを、ね、さらに強めることが できましたまあそんな感じで、あのー、楽しく生きております、日々。<laughs> あの、このラジオの更新をですね、サボれるほど楽しいというかですね、充実している日々でございますね。今27日でしょう。で、24日金曜日はですね、また町内で焚き火やって人を集めたり。 で25日土曜日はまたこうまちづくりワークショップをですねやってみたりしてなんかこう場づくりみたいなところにあの相変わらず魅力を感じておってですねうーんまあ自分にできることとかですね何をやるべきかっていうのはそれこそ僕自身対応しながらですねあの進めていきたいなと思っているところでございます。 ということで、えー、今回のね、ラジオはこんなところにしようかなと思っております。で、YouTube ね、いい加減、やっぱ動画出したいなと最近思っていて。<laughs> そう、ラジオだけならポッドキャストでやれやっていうですね。そんな話ですよね。うんで、この YouTube 解説した当初はですね、やっぱ動画も出していきたいよね、みたいな感じで、ちょっとカメラ、いいやつも買ったりしたんですけど、まあまあ、やれてないということで。<laughs> <laughs> まああの三里町にねそれこそこう僕が入り口になってねまあおこがましいですけれどもねちょっとこう広告塔的なところに立てたらいいのかなというですねそんな願望もありながらねあのー、動画もなんとか出していけたらねいいのかなと思いますんでまあまあまあ長い目でゆるりと見守っていただけたら幸いで。 ございますまあ僕もねマイペースでやっていけたらなと思ってますんでよろしくお願いいたしますということでね、えー、今回はこんなところでございましたはいこちらね宮城県東北はまあ普通に寒くなってきましたしねスタッドレスタイヤに履き替えてしっかりねあの冬を迎え撃したいなと 思ってます。何の話でしょうか最後にね。はい。そんな感じでございます。ということで、最後までお聞聴いただきどうもありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら。